どうも、しゅんです。こんにちは。今回も就活相談企画ということで、実際の就活生の悩みを解決しようという企画になっております。ということで、本日も皆さんよろしくお願いします。はい、どうも、みなみです。こんにちは。元気してる。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあ簡単に自己紹介お願いします。システム情報工学研究科社会工学学位プログラム修士1年の村山彩と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。就活の今の状況を聞いてもいいですか？はい、今は中小とかベンチャーのコンサルだったり IT 通信サービスの会社をメインで見ていて、本選考も7、8社ぐらい進んでいて、最終選考を先日1社終えて、あともう1社控えているという状況です。早速悩みの方をお聞きしてもいいですか？はい、今までこう結構楽な方に流されつつ要領よくやってきてしまったので、はい、何か必死に全力で取り組んだみたいな経験がなくって、大学時代全部ですか？もう大学時代全部です。で、社会人になった時に通用するのかっていうのがすごい不安で、この逃げ癖をどうしたらいいんだろうっていう。でもなんか世の中の大学ってぬるま湯じゃないですか。だから4年間を通じて一生懸命頑張ったことがないとかはあるあるですよね。でも修士も含めるとさ、まるまる5年間大学生やってるわけでしょ。はい、5年間何した？計5つぐらいバイトをしたりとか、あとサークルも大学からバスケを始めたので、ここで活動したりとか、あと授業も全部そこそこにやってるんですけど、何かこれに打ち込んだみたいなことが特になくって。5年間もあったの？はい。ほとんどですよ、それは。いや、もうなんか自分では気づいてないけど、あるんじゃない？経験はあるんですよ。写真館でアルバイトしてたこともあって、大変ではあったんですけど。あー、なるほど。お客さんと直に触れ合うから、いろんなお客さんを見てきたわけでしょ。はい。じゃあめっちゃ立派な経験じゃん、それ。確かに。聞きました、聞きました。でも自分なりにはめちゃくちゃ頑張ったっていう感覚はないっていうね。なんか皆さんの就活での経験を聞いていたりすると、自分って何もないなみたいに思ってしまって。それ大会の人とかと比べるってこと？あ、そうですね。やっぱ部活の経験だったりとか留学の経験だったりとか、なんかそういった特筆したことも特にないし、夏以外って別に全部同じだと思うけど、留学もバイトもサークルも全部、はい、全部同じじゃないですか。部活はもちろんすごい、通して時間は全然違うから、はい、それ以外は別に同じだと思う、うん、なんか自分だけダメだって思わない方がいいんじゃない？世の中のボリュームゾーンは多分今のあやさんのような悩みを抱えている方多いと思うんですよね。で、受かっていく人ってやっぱ部活やってる人とか結構何か打ち込んだ人って強いじゃないですか。それ以外の人の受かる方法、勝ち方みたいなところを聞きたいっていうことだと思うんですよ。いや、分かりやすいのは、辛い、逃げたいっていう状況になったけど、はい、逃げずに立ち向かったっていうこと、はい、それで立ち向かった結果またペシャンコに潰されても別にいいんだけど、はい、そんな状況でもまあチャレンジをしたっていうところが本当の人間性が出るところなので、そこの経験を深掘ればいいんじゃないかなって思ってます。なんかそういった経験が正直あんまりなくて逃げてしまうことが多くて。でもさ、はい、写真館のアルバイトとか、はい、いろんな人にいろんなこと言われるわけじゃん。それは確かにきついことを言われたりもしたんですけど、すごい落ち込んだかとかすごい挫折だったかって言われると、特にそんな風には別に感じなかった。だから他の普通の人が挫折だと感じることを挫折だと思わない強い心がある人なんじゃないですか。じゃあ平均的な人からするとそれは挫折でしょって思うことが、全然私余裕だけどっていう体制が強いって話なんじゃないですか。ちなみに就活関係なく暇な時間って何してるんですか？暇な時間はバイトしてました。具体的には週に何時間ぐらいというか、週3ぐらいでは入ってたと思います。結構暇な時間があるはずが週3何時にしてたの？例えば自分の仕事を見つけるとかっていうことだと、はい、やっぱ無意識に自分が何に時間を使ってるかなっていうのはすごく考えた方がよくて、無意識のうちに自分が何に時間とお金使ってるかなっていうのを分析すると、就職先を選ぶ上でのヒントだなっていう思います。それでいうと無意識に使ってるもんね。あ、もう SNS 一択ですね。もう何ですか SNS は？YouTube、Twitter、Instagram。 今手元に残ってる就職先候補って別に年収がバカ高いわけじゃない、はい、ないですよ。あ、はい、バカ高いわけ、ね、ってことはその YouTuber のさ、アシスタント秘書になればいいんじゃない？確かに。多分年収変わんないよ。知らんおっさんのために頑張るのか、自分が好きなこの YouTuber のために頑張るかっていうのを言うと、はい、同じ時間を使って同じ給料だったら好きな人に使った方がいい。確かに。だから知らんおっさんに時間と労力使うのって間違ってると思うけど。あやちゃんの記録浅くっていうのは YouTube も好きだけど他のことも好きだし、同じぐらいで普通の企業も興味あるしっていう中だと絞りきれないっていうですね、はい、やりたくないとかっていうことは基本なくって、全部何でもとりあえずやってみたいと思って。ちなみに今一人暮らしですか？あ、一人暮らしです。やつないですか？あ、綺麗な方だと思います。多分ね、捨てるになりたいかって。あ、でもそうです、捨てるという習慣を持った方がよくて、はい、あれもこれもってなるのは、はい、蓄える方になっちゃってる。
ね。100枚でもらうと、はい、自分がね、ストレスめちゃめちゃ抱えるのよ。だからあれもこれもじゃなくて、まず大事なのは捨てること、はい、まずはスマホと部屋、そしたらなんか自分なりたいこと見えてくるから、もうやっぱりなんか YouTube のことパッて見ちゃうんですよ。だからもう消そうかなって。でもあれ消してもダメで、自分に自信つければいいんじゃないですか。自分の自信をつけるためにはどうすればいい？スクワットです。筋トレです。きついんですよスクワットって、はい、大事なのって、はい、きついことから逃げなかったっていう成功体験の積み重ね。週に1回やっぱスクワットあるんだけど、前日から僕は打つなわけですよ。やってる時もマジきつくて吐きそうで、もう本当に立ち上がれないぐらいのスクワットやるんですね。動画はこちらですそれを積み重ねていくと、もうあんなきついことよりきついことは世の中に存在しないと思うわけです。だから全部楽勝に見える。スクワットが一番大変、っていう成功体験になると、はい、全部雑魚に見えるからポジティブになれるので、スクワットしたらいいじゃないですか。要はきついことから逃げないっていう経験を積み重ねるってことですね。スクワットやったら絶対にその逃げないということで、嫌なことから逃げないっていうことを今後やっていただけたらなと思います。お願いします。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。面接官のタイプによって面接の出来が左右されてしまう。これは試してるんですよ。フィルタリングとして弾いてるんですね。どんなタイプの人でも同じことがプレゼンテーションできる。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。